ガジェットウェアをご覧の皆様こんにちは、ダイヤモンド社書籍編集局の市川です。今日は、私が担当しました40代を後悔しない50のリストについてご紹介します。この本はですね、元リクルートの大塚久志さんが、書かれた本で、元リクルートなんですが、そのリクルートの営業マンで、中小企業の社長さんからあるいはいろいろ取引先の部長さんとかの話を聞きまして、サブタイトルにもなっているんですが、1万人の失敗談から分かった人生の法則ということで、1万人以上の人に話を聞いて、実は彼らが一番後悔しているのは40代だったっていうのを発見して、その後悔を50個のリストにまとめて、同じ失敗後悔を繰り返さないように大塚さんがやったことっていうのをまとめています。で、なぜ40代がポイントなのかというと、40代は、人生の大きなターニングポイントであるというふうに本の中で紹介しています。で、どういう展開があるのかというと、仕事では、それまでプレイヤーだった人がマネージメントを求められるようになって、仕事の内容が大きく変わったりとか、あるいは、結婚であるとか出産であるとかいうような転機にもなりますし、30代でもありますが、でも40代だと実際のその限界年齢っていうのが迫ってきてるっていうのもありますし、あるいは40代を出世の最後の年代だというふうに言われてもいますが、そういうのを考えたりとか、あるいは家庭のウェイトがだんだん大きくなってきて、仕事と家庭のバランスをどう取ればいいのかというふうに悩んでいる人も多いと思うんですが、そういうような大きな転換期がたくさん抱えざるを得ないような年代というのが40代ということです。で、その40代をどう過ごすかというのが、そのポイントになってきて、今まで その先人たちというのが実はその転換期というのを分からずにいろいろな後悔をしているんですが、面白いことにその皆さん同じようなところで後悔しているというのがポイントでして、本の中では例えばその分かっていても結局守りに入ってしまったというような後悔があるんですが、これって比較的想像できるというか、ある程度40ぐらいの重要なポジションになるとみんな守りに入りそうだなと思って、頭では分かっているんだけど、やっぱり40代定年退職した人が後で振り返ると、20代30代ではなく40代に守りに入ってしまったということが自分の人生を振り返った時に大きな後悔であるというふうに語っています。で、この本の中ではこういうふうに50個のリストを載せているんですが、自分にとって大切なことを優先できなかったとか、仕事と家庭のバランスが取れなかったとか、社内外で本当に頼りになる人脈を築いておけばよかったとか、会社が自分に何を求めているのか、もっと意識すればよかったというような項目がここに並んでます。で、この本のポイントはその後悔に対して大塚さんが具体的に何をしたのかという具体策がそれぞれ1個ずつその後悔に対して載っているんですが、例えば後悔ナンバー9番、社内外で本当に頼りになる人脈を築いておけばよかったという、後悔に対して大塚さんが何をしたのかというと、この本の中で提案している、具体策は人間検索できるキーパーソン3人持つというような提案がなされているんですが、例えばその40代になると部下から何々について詳しい人を知りませんかとかって聞かれた時に、知らないなっていうような答えだと、なかなかこう、立場がなくなるところがあるけど、40代はすぐ何々部の誰々さんが詳しいよっていうような人間検索できるようなキーパーソン3人持っていくってことが非常に重要だよと。つまりそのインターネットとかで調べるような知識は20代30代でもあるけれども、40代になるとそういうことを求められるんではなくて、これまで培ってきたような、人付き合いとか人脈の中で人間検索ができるようなスキルっていうのを、周りが求めてくると。でポイントになってくるのは、
自分がどう、何をこう望んでいるかっていうこと以上に、周りが自分に何を望んでいるかっていうのが40代になると変わってくると思います。まあ、30代は自分のスキルをこう高めていくっていうところで、なんとか突破できるっていうのもあると思うんですが、40代になると自分のスキルを高めるだけではなくて、人を動かすとかですね、よりマネージメントよりのスキルを求められると。それはまあ周りがそういうふうに自分に求めてくるということで、ちょっと役割っていうのが変わってくると。でそういうようなターニングポイントを分からずにいると、後で、まあ、そこが公開ポイントになって、ああすればよかった、こうすればよかったというふうに思う人が非常に多いようです。で、例えばあるいは、マネージメント脳とマーケティング脳っていうような例えばあるんですが、まあ、会社が自分に、本当はマネージメント脳を期待してたのに、まあ、会社が何を求めているのかをこうちゃんと把握してなかったばかりに、マーケティング脳の方、つまり、まあ、プレイヤーとしてどんどん仕事を頑張っていくっていうのは成果を出していくってところで、頑張っていたんだけど実は左遷されちゃったみたいな人のエピソードとか紹介されたりしてるんですが、会社の中で、まあ、出世していくとか評価されていくためにはそういう、会社が何を求めているかを把握して、例えばマネジメントのを求めているんであれば、プレイヤーとしてのとこに肘を置くんではなくて、マネジメントの方に肘を置くっていうようなことを、とかですね、要は会社がその求めていることをちゃんと分かっていなかったっていうのが後悔しているポイントだというようなことを本の中で紹介しています。で大塚さんは30代まで、リクルートを独立して自分で起業しているんですが、なかなか仕事がうまくいかなかったという経緯があって、で40代でブレイクしたという本の中でも書いてるんですけど、年収が10倍になったっていう数字はなかなか考えられないような、ステップアップをしてるんですが、それが40代でなったと。でそのポイントは、これまで話をいろいろ聞いて先人たちの後悔を、同じようなこう失敗を踏まないように努力した結果がそういう年収につながっているということで、それが40代って大きなターニングポイントであることを事前に意識して、やってきたからだというふうに語っているんですが、これまで、30代のうまくいかなかった人も、40代で花開くチャンスというのはたくさん、あると思うんで、その辺のヒントがこの本の中にもたくさん入っていると思います。で、30代までうまくいってた人も、まあ、帯でも書いてるんですが、30代がなぜ30代の延長だと失敗するのかと、30代の延長で、ずっと行ってるとそのターニングポイントっていう、分かれ道をですね、分からずにそのままこれまでと同じようにやっていけばうまくいくって思っちゃうと、そこに溝があることを気づかず失敗するっていうケースもたくさん大塚さんは見てきていて、本の中で、その先人たちが後悔、どこの辺で後悔しているのかっていうのがたくさん書かれているので、ぜひ読んでいただいて、先にその後悔しているポイントとして、じゃあ自分がどういうアクションをすればいいのかっていうのを、参考にしてもらえれば嬉しいなと思います。ぜひ読んでみてください。